それでは始めたいと思います。ちゃんと映ってんのかな？ いつも心配ですね。もし見ている方がいましたらですね、ぜひいいねボタンを押してください。もしくはコメントなどで、それでは見て始いめるこたいと思といをます。表明していただければ嬉しいです。改めまして、ルー大柴です。今日のですね、声大ノンデイリー通信ですが、昨日、アンデイリーっていうふうに書いたんですけれども、ノンデイリー間違いでした。まあ、アンでもよかったんだけどもね。まあ、ノンデイリーいいなと思って、ノンデイリーに変えました。で、今日はですね、タイトル、ゾーン発声練習しないで、最小の努力で最大の効果が得られるということについて説明したいと思います。今日のまあ全体の動画の 流れはですね、今日のライブ動画の流れは、まあ、今言ったテーマのことと、最後は声大の今後の予定について簡単にお知らせをします。で、ゾーン発声練習しないで最小の努力がで最大の効果が得られる、それは何なんだと、なぜそんなことが言えるんだ、まあ、気になりますよね。 気になる場合はですね、ぜひ気になると書いてください。コメント欄に。で、なんでかっていうと、むやみに発声練習ばっかりしてもですね、このポイントがないとダメなんですよ。それはどういうことかっていうと、その行為の前の状態ですね。その適切な状態かどうかを見るっていうことがとても大事になります。まあ、難しく言いましたけども、ちゃんともうむやみに体、声を出すんではなく、体をしっかり見ようってことですね。で、そうするとですね、本来持っている発声のポテンシャルが現れるんですよ。これがとっても大事で、人間って、発声する生き物なんですよね。歌う生き物なんですよ、そもそも。だから外からこう能力をつけて持ってくるとか、なんかとっても大変な特殊な練習をしないと得られないとかっていう歌唱法ってのは基本的に私はないと思ってるんですよね。どんな特殊とかに見えても本来持ってたポテンシャルが何かのきっかけで現れるっていうふうに私は考えてます。特殊発声としてね、特殊発声パフォーマーとしてずっと20年近く活動してきましたけれども、本当にね、それは体感的にも感じますし、それは発声指導する現場でもつくづくそう思います。なんか頑張って出そうっていうよりかは、その体の中にすでにある能力のなんかポイントを見て、スッと出すように手伝ってあげる。そうするとですね、驚くような声が出たりするんですよね。それこそが人間の発声のポテンシャルだと私は考えています。つまりですね、体をしっかり見ることによって、本来のその自然な声が出るようになるわけです。そしてそれこそがですね、聞く側にもすごい伝わる最強の声だっていうふうに私は考えています。でもですね、問題があって、状態を見るっていうのはかなりの集中力が必要なんですよね。かなりの集中力。そうすると、かなりの集中力が必要なんですけれども、これもですね、その体に対して集中するっていうのは、これもね、本来人間が持ってる能力なんですよ。考えも見てください。人間ってね、その大自然の中でもう2、30万年ほど生き残ってきたわけですけども、我々ホモ・サピエンスは。大自然の中で見ると、実はホモ・サピエンスという生き物は大して強くないんですよ。大して強くない。だからいろいろ知恵を絞ったり、家族との連携プレーを取ったりして、生き残る術を身につけてきて、まあ、たまたま生き残ったわけですけれども、そのですね、大自然の中にいる時のことをちょっと想像してみてください。大自然の中にいる時のこと。そしたらね、体への集中が途切れたら死んじゃうんですよ。わかります？山とか登山とか、自然の中でのスポーツとか運動とかレクリエーションやってる方はわかると思いますけれども、ちょっと切っただけで、大自然の中ではこうちょっとした切り傷だけでも、結構ひどい怪我になる恐れがあるんですよね。で、
例えば俺みたいにシティボーイ、自然にあんま慣れてないようなシティボーイだと、自然の中でそういうことを知らないから、舐めてかかって、なんで草でこう足切っただけなのに、こんなひどい腫れ方するんだみたいなことが起きるわけですよ。でも、自然に慣れてる人、もしくは我々の祖先、遠い昔の先祖ですね、大自然の中で生きてきたような先祖は、そんなバカなことはしないわけです。もう知ってるから、自然って怖えって。でちょっとした怪我とかでも、もう致命傷になり得るっていうのをよく知ってるから、やっぱ自分の体には繊細にならざるを得ないですよね。うん。だから我々は、本来その自分の体にこう集中して見るっていうことの感覚がね、能力としてすでにあるんですよ。うん、現代生きてるとね、そんなこと意識しなくても生きていけるので、本当かなと思うかもしれないんですけども、これはね、ワークやるとすぐわかります。本当にね、どんなに運動経験とかない人とかでも、本当にね、こればっかりはすぐできるようになりますね。そういうの見てると、ああ、これって本来人間が持ってる能力なんだなっていうふうに思うわけです。だからゾーン、ゾーンとかって言って、イチロー選手とか、もしくはハンマー投げの、ロンドンオリンピックだっけな、金メダリストの室伏選手とか、まあゾーンっていう本、室伏選手なんかゾーンっていう本にを書いてますけれども、一流選手の特権じゃないんですよね。本当にね、深く体に集中していくと、勝手にゾーンに入ってきます。超集中状態になります。でね、先ほども言ったように、まあ、それはできるんです、誰でも。でね、これは私の経験談だったり、まあ、指導した、受講生の方が、の中でライブ活動してる人とかもたまに言うんですけども、すごい集中状態に入ってると、いつの間にかライブが終了してるんですよ。あんまり実感がない、やったっていう実感がない。でもね、客はすげえ喜んでるんですよ。これめっちゃ良くないですか？だって、自分の負担は減ってるのに、お客は反比例してすげえ喜んでるんですよ。なんかね、頑張んないともう自分の実感ありありでも疲労感バリバリで、そうじゃないとお客は喜んでくれないって思い込みがありましたけども、あ、そうでもねえんだなと。本来のポテンシャルを出せばそんなに大変なことじゃないんだなっていうのがね、私の気づきですね。で、私のボイトレに来る人にはもうぜひそれをね、体験してほしいと思ってます。じゃあどうやってやるのか。できればね、二人組がいいですね、複数の人が。一人でもできないことはないんですけれども、やっぱり声って何のためにあるのか。相手に伝えるためにあるんですよね。だから、相手はね、できればいた方がいい。なので、それを前提に話します。で、相手を用意する。まあ、付き合ってくれるような人を用意する。で、今度はですね、自分自身が足裏、まあ、本当はね、全身にこう、注目を向ければ一番いいんですけれども、全身にね、鋭敏にこう、注目を向けるなんてことって、なかなかやってないと難しいじゃないですか。だからもしあなたがね、ヨガとかピラティスとか、観思一見、まあ、これは、この方法を思いついたのはその観思一見を私が習って、そこのノウハウにすごい影響を受けたからなんですけれども、そういったなんか体に繊細にこう向き合わざるを得ない、全身にこう繊細にこう集中してしながら見なきゃいけないような、ワーク、ボディーワークをすでにやってる人だったら全身でもいいでしょうけども、そういう経験がないっていう人はまず足裏からやってみてください。足裏の感覚に深く集中します。で、これからやるワークってのは、その集中が足りてるかどうかっていうのをチェックするワークです。まずですね、そのペア、相手付き合って、その自分のね、練習に付き合ってくれる相手に、自分の肩をね、触ってもらいます。自分はそのまま引き続き足裏に集中するんですよ。集中してるつもり。でもこう触られるとね、やっぱ意識はここ行くんですよ。触られたとこに。当たり前だと思うでしょ。でもね、これじゃダメなんですよ。足裏の集中を途切らせないように、こっちの感覚も、まあ、なんていうんですかね、感じつつもあえてこう無視するというか。足裏への感覚が途切れたらダメなんです。
集中が。その集中力だと足りないということですね。で、集中力とは何か、エネルギーを注ぎ込むってことですよ。うん。だからそのエネルギーの量だと足りないんですよ。だからより深くさらに集中してみる。もう没頭するような感じ。足裏の感覚、ディティールを見ていく。で、また触ってもらう。足裏は途切れない。それで OK。途切れなければ OK。でね、途切れるようだったら数回繰り返してみてください。でね、数回繰り返せば大体誰でもできるようになりますね。うん。これできなかった人ほとんどいないですね。5分ぐらいで大体みんなできるようになります。で、次の段階。今度はですね、相手に、今のだとは能動的な、情報じゃないですか。相手に触ってもらう。つまり自分は受動的な状態、能動的じゃない。自分は受動的、受け身の状態なわけですよ。情報に対して。外部からの刺激に対して。今度はですね、上半身だけ動かします。自分自ら能動的に動いていく。そうするとね、皮膚とかいろんなところにね、情報が増えるわけですよ。途端に情報量が増える。自分が動くとなると。さっきは肩だけだったのに、今度は自分から動くから、もういろんなところのこの情報が体に伝わる。それでも足裏に注目し続ける。それで握手してみる。で、大体面白いのはね、その握手した瞬間、その足裏の感覚が途切れたり、握手する直前にね、途切れたりするんですよね。で、大事なのは、すごく集中してると、いつ途切れたっていうのが分かりますので、そのいつが途切れたっていうのが分かればですね、今度はその瞬間に向けて集中していくんです。途切れることが分かってるから、さらに集中を深めていく、その瞬間に。で、握手する。で、また元の姿勢に戻る。その一連の流れの中、ずっと足裏の感覚に集中し続ける。足裏の感覚を感じ続けて。で、これもできるまで何回かやってみる。でもね、簡単。そんなに時間かからないはずです。本当に深く集中すれば。あ、で、大事なのはね、集中できる空間でやるってことですね。うん。誰にも邪魔されないようなまとまった時間、そういう場所でやってみることを強くお勧めします。で、今度はですね、これができたとなったら、次の段階、今度は一歩離れた状態。最初は受動的に自分が受け身になって、情報を受け取るだけ、外部からの刺激を受けるだけ。次はですね、能動的に上半身だけ動かしてみる。3段階目はですね、全身を使って動いてみる。お互いペアと一歩離れた状態で一歩近づいて握手していく。離れた状態から一歩自ら近づいてって握手していく。これ全身の動きですよね。その状態で握手してまた戻って戻る。その間ずっと足の裏に注目を続ける。足裏の感覚を感じ続ける。これができるようになればですね、相当本番でも使える集中力になります。相当本番に使える集中力になります。で、この集中力でもって体を感じ続けながら自分が課題としている声、フレーズとかを出してみるんですね。この集中力でもって足裏の感覚を感じ続けながら。そうすると分かるのが、足裏の感覚に集中し続けながらも体はね、勝手に声を出してくれるんですよ。スーッと声が出てくる。これね、ほんと不思議なもんで。でもね、考えてみたら当たり前なんですよね。我々の行動の 99% は無意識で行ってますから、本当にね、よっぽど特別な箇所法とか、やったこともないようなことなら別ですけど、喋るぐらいだったら、スッと声が出ます。で、もしね、これ、どうしてもこう、記憶を思い出したりとか、やり方がまだ身についてない箇所法だったら、これはできません。このワークはできません。なので、まず体に落としてからこの練習をやってみてください。もしくはね、練習する過程でこれを意識しながらやっても全然効果はあると思いますけどね。なんか長いフレーズを覚えきれてない場合とかだったら、まずは覚えてからこのワークをやってみてください。どうでしょうかね。この時点でなんか質問とかあれば気軽にお尋ねください。なんか質問とかあるかな？今んとこないですね。まあ質問があれば気軽に聞いてください。で、
この集中力でもって、ただこの後ですね、またチェックするポイントがあります。3つ。全身で発声できてるのかどうか。だからまあ足裏でなんか発声できるってことが分かったら次の段階ですね。次の段階。だからさっきのワークがまあ、前提的なワークだとしたら、こっからがね、初歩になります。その集中力でもって今度は全身がつながってるかどうかっていうのをチェックします。自分でね、全身がつながってる感じがあるのか。あとはどっかにこう滞りを作ってないか。伸びやかさがあるか。ちょっと遠くをちゃんと意識してできてるかどうか。こういう集中ワークやるとよくありがちなのが、こうなっちゃうんですよね。自分の体の感覚だけにこう内向きになってしまったりする。で、もう一つ大事なのは、なんか頭にあるものをなぞってやるんじゃないんですよ。お客がいる、伴奏がある、もうタイミング、このタイミングで歌い出すみたいな、その一連の流れ、もしくは相手がいるから喋るみたいな。その自然の動きや必然性があるかどうか。その動きが自然に生まれてきているのかどうか。この3つのポイントをね、チェックしていきます。全身で滞りなく伸びやかに自然に必然性を持ってできているかどうか。で、これ言うと簡単なんですけれども、先ほどぐらいの深い集中力じゃないと、このチェックはできません。なので、もしできたらですね、こういうのをチェックしながら練習してみるのも良いと思います。まあ、というか、声大ではこういう感じで、こういうステップで練習をしていってもらうわけですけれども。まあ、ご覧になったようで、今まで説明してきた、なんとなく分かったかと思うんですけれども、この時点まだほとんど発声練習してないんですよね。うん。なので、発声練習の前に、まあ、これだけやれることがあるよっていうことです。で、これだけのことをちゃんとやるとですね、いつもやってる発声練習のね、質が全然変わります。なのでね、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。もしくは声台の過去のイベントに参加した人ってのは、こういった点をね、もう一回思い出しながらやってみてください。で、まあ最後、まあ、具体的にやってみたいな、面白そうと思う場合とか、マジですかと。ちょっと疑いの目でも試してみたいという場合はですね、次のですね、声大の今後の予定をチェックしてください。なので、まあ、別に全然興味ねえやっていう方は、ここで、遠慮なく動画を閉じてください。興味ある方はこのまま続けて、今後の声大の予定について、説明をしますので聞いてください。入門編ですね。まずは、気軽に試してみたい、安く試してみたいという方はですね、7月8日、9時半から、板橋区の某会場で2時間レクチャーをやります。まず試してみたい、気軽に試してみたいって場合はこちらですね。で、この詳細はですね、この動画が映ってる記事のコメント欄に、それぞれのイベントの詳細および申し込みページを、リンクを貼っておきますので、そちらをチェックしてください。で、がっつり入門編ですね。入門なんだけども、がっつりやってみたいっていう方は、7月14日と16日、土曜日とそれぞれ月曜祝日になりますが、10時から5時まで、2日間の集中講座、2 days 集中講座っていうのをやります。よりちょっとがっつりやってみたい、まあ、この時間しか空いていないとかっていう方も、ぜひこちらにご参加ください。初日だけの参加っていうのも可能ですので、こちらもお申し込みはコメント欄に。詳細。詳細。お申し込み欄。チェック。もしくはまあ説明部分に入れられるかな。で、ちょっと変わったイベントとしては、スピンオフですね。まあ、そのボイトレでもいろんなアプローチがあるわけですけれども、まあそういったちょっと変わったタイプのボイストレーニングですね。まあ、変わったと言っ
言いましたけども、実はこれかなり声大の今後の要になりそうなボイトレで、ノリとボイトレ、これはまあ神社とかで、神主さんとか読むお経みたいなのあるじゃないですか。あれでね、ボイストレーニングするとすげえいい効果があるっていうのが分かったんですよね。素の声がポッと出るっていう。なのでこれをですね、現役の神主さんを呼んで、ノリと、本当にちゃんとしたノリトと、その説明と、あと所作。神社行った時にこう、なんか柏で打ったり、二礼二拍手一遊とか言うじゃないですか。あれもですね、詳しく説明してもらおうと思ってます。これは7月15日9時半から11時半、板橋区ですね。こちらの方は今、講師の方と、詳細を詰めてますので、先行案内を募集しています。これもですね、コメント欄の方に、URL 貼っときますので、そちらを見てください。で、もう一つのスピンオフは、ホーメという、ボイトレ講座とか、違う、これ、ホーメですね。女性のための方面講座。今ですね、日本に、っていうか、そもそも方面っていう箇所法分かりますかね。出るかな。こういう箇所法です。こういう一度になんか2つの音が出る不思議な歌唱法なんですけれども、この歌唱法はトゥバ共和国と呼ばれる国、ロシア連邦ですね、の自治共和国であるトゥバ共和国だったり、あとモンゴルのホーミーっていうのもすごく似ている歌唱法で、日本ではまあホーミーの方がちょっと有名かな。で、このホーメをですね、現地トゥバ共和国で6年、滞在して生活をしながら習得をしたすごい日本人の女性がいまして、で去年帰国してきたんですよね。だから我々は幸運にもですね、本場の人が来日するのを待つわけでもなく、高いお金と体力を使いながら現地に行く必要もなくですね、本格的な方面を日本で習うことができるんですね。今の時代すごい時代だなと思うのと、日本人ってすげえなと思いますけれども、そんなですね、講師に今現在ですね、方面講座をやってるんですね。で、そちらの方は残念ながら受付をもう締め切ってしまったんですけれども、オンラインで受けたいっていう方がいまして、他にもいるかなって募ったところですね、結構いらっしゃいましたので、講師と相談したら OK が出たので、オンライン版をリリースする予定です。そちらもですね、現在詳細を詰めているところなので、先行案内を受付しております。これもコメント欄を見てください。で、最後ですね、7月15日1時半からまあ4時間ぐらい、この私が主催する声大 R 合唱団、ロワイヤル合唱団っていうのをやってるんですけれども、それの今期初めての練習会を7月15日に行います。こちらはですね、体験参加ができますので、これも詳細を、まだ作ってなかったな、詳細ページ。まあいいや、まあなんか急に緊急で作ります。そちらの方もご参加いただけます。この合唱団はですね、特殊な発声を使う合唱団で、まあ普通にも歌うんですけれども、さっき申し上げた方面だったりとか、ちょっと変わった歌唱法を使った合唱っていうのが世の中にあるんですよね。なのでそれを練習するという合唱団です。というわけです。声大の今のところのお知らせはこんな感じです。最後ですね、最後までご視聴いただいた方はですね、ぜひいいねとかコメントとか感想を書いていただけると大変嬉しいです。では声大ノンデイリー通信でした。ありがとうございました。失礼いたします。良い一日を。